桑名市の大山田 SSS、大山田サッカースポーツ少年団がチームのレベルアップを図ろうと、全国少年サッカー選手権大会に出場している J リーグのジュニアチームなど競合チームを招待して、2017年から開いているものです。今年は清水エスパルスや名古屋グランパスのジュニアチームなど20チームが参加して、一昨日から4つのブロックに分かれて対戦。 最終日となった今日は上位のチームによる決勝トーナメントなどが行われました。今日は強い風が吹く天気となりましたが、将来の J リーガーたちは日頃の練習の成果を発揮しようと果敢にゴールを攻めて熱戦を繰り広げていました。